はいさい、はいさい、今回ですね、はい、ご報告の動画でございます。はい、はいはい、ツーバーが専属になりました。おはい、ありがとうございます。ありがとうツーバー。待ってた、待ってた、待ってた、待ってました。鳴りやまない、鳴りやまない。コーターより待ってた。いや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 、立ってから拍手したくないな。鳴りやまない。ちょこちょこね、動画出てたんだけど、もう専属ということで、はい、ついにって感じですね。そうだね、うん、確かに釣りに固めてきてるね、だんだん。もともとね、ハイサイ釣りはしなかったんだけど、うん、ちょっとしてたかな、うん、けど、こう、この釣りの幅、うん、まあ、幅を広げてくれたのは、ツーバーで、うん、深瀬釣りも全く知らなくて、うん、深瀬釣りも教えたのは、まあ、ツーバー。まあ、一番最初に出たのがアリゲーター側を狙うっていう動画で、まあ、ルアーもできるんですよ。ルアーもたくさん持っててね、それで一緒にまあサポートしてくれてて、次が深瀬釣りかな、イラブチャーするイラブチャーするって言って、なんかトロピカルの魚知ってますみたいな、そんなのいかくなと思ってて、いやいや、いるんすよって言って、で一応動画でもそれを説明したら、コメント欄でもいるわけないだろうっていうあって、一応釣って、その時カメラ回ってなかったわけよ。あ、そうそうだよ。で、魚が弱ってて、うん、ね、お前弱い人だろみたいな。で、ちょっと炎上したわけ。ふんふんで釣ったのに。クーラーボックスに入れちゃってて。そう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 。あちゃーって。釣ったんじゃなくて用意したやつだろっていう。プチ炎上したのもあったね。いや、懐かしい。釣り人はね、早く取り込むのがね、勝負ですよ、ね。そうそうそう。しゃあないですね。で、そっから開催は。釣りが多くなった気がするかな。遠征にもね、ツーバー付き合ってくれたよね。あ、そうそう、石川県もね、北海道とかね、うん、本当にたくさん行かせていただいて、ツーバーの力がもう発揮できた、すごかったっすよ、うん、遠征とかもっとパワーアップしそう、超過。そうだね、ツーバーさん来たら、うん、ツーバー年間としたらどれぐらい釣り行ってる？今年は300近く行ってるね。やばっ。1年何日か知ってる？365だよね、多分200後半は行ってるんじゃないですかね。数えてて250以上は多分カウントできてると思うので。やば、仕事終わりも休みの日も全部なるべく行ってます。魚いなくなるってくるなれ。いや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 、酸欠なる。海物語も合わせてる。やってない、見てるやってないです。ちなみにどんな釣り行くんですか？多いのは今ね、仕事があるので終わったら、まだ夜の8時から深夜2時ぐらいまでルアー投げてとか。わっ、みんな2時やるときは、はい、まあ、ルアー、じゃあ基本ルアーやってる。ルアーやって、で1日がっつり休みの日は深瀬とか、うん、去年はまあ、あの船釣りも力入れてたんで、その時間時間でできる釣りを精いっぱい。なるほどね、はいはいはい、じゃあもう沖縄のポイントとかもかなり知り尽くしてるかね、感じじゃないですか。一応いっぱい知ってるっすね。あー、すごい。開拓もしてた。やってますやってます。すごい、あるかもしれないですけど、自分の目で見たいじゃないですか。だから自分の足で通って通って、うん、今年なんか水揚げ量が減ったっていうのはもうツーバー。いやいやいや違う、やった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 や、網とか張ってないから。すごい時1ヶ月で千何百キロぐらい来る町ですね。え、マジで1ヶ月で1ヶ月、高速でとかやばいんじゃない？2万、沖縄で、沖縄で2万、やべえ、もったいな。もったいな。乗用車なので往復1500円。あ、じゃあガソリン代が上がったのも、じゃあツーバーの。そういうこと。やめてくれよ。ツーバーでいいんでしょ。でも本当に立て続けに釣り上手なメンバーが入ってくれて、釣りの遠征が楽しみですね。なんかね、必ずなんか超過出すんですよね、うん、持ってる男というか、うん、すごいよね、うん、お腹ぐれもね、なんか2、3回釣ってるわけですね。確かに確かに、人生で釣ってるお腹ぐれは動画ですからね。そうだね、それもすごくない？映像で残すっての、うん、実力で、そういうことだよ、すごい、うん、はい、プライベートで釣るのと動画で撮るのって全然また違うからね、準備だったり。動画で3回釣ってますね。すごいよ、まずは。すごい。次なんか釣りたい魚とか行きたいところとかあんの？動画見てて、やっぱり西表とか行ってみたいし、与那国とかも、あざらたらみとか釣ったことないんで、ああ、そんなの釣ってみたいし。ない、ない、まさか、あざらない、
俺もう5匹ぐらい。あんなにやば。山田の頼みって、あれ、胴付きで釣れるやつ。山田の頼みもらっと。すぐもらっと取るから。1個でも勝てなかった。すぐだから。すぐ見たね。いや、ツーバーだったらすぐ釣れるよ。行ったらすぐ釣れる。あれは行ったら釣れるやつ。とかまあ、ね、GT もかっこよかったしね。おぉ。GT は？あ、ナイス。GT サイズはナイス。GT…三三六は何なんか GT の話聞く？やっぱああいうの見せたら一周行きたいってなるし、あとあれって言ったことでっかいダツ、名前なんだったかな、こうでっかい100キロぐらいあったんだけど、ダツも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 ね、アーラもかっこいいし、アーラもね、アーラですよ。でもナイスナイスナイス。え、マジで？ナイスナイス。結構森森さんの船もらったんだよ。あーけど、つらそうなんだ。ハラッキーの顔見てごらん。ハイサイで一番向きであら見たやつ見たから、ね、30キロ余ったからね、うん、けど多分ね、今後はね、もうそういう魚に触れる機会めっちゃ増えると思うんで、見てて夢が、まあ、釣り人目線ですけど夢が広がってるので、うん、そうだね、すごいワクワクしてますね。こちらも期待してます、ツバ、ツバに GT 釣ってほしいな。釣ってみたいですよね。リバー GT、 あれじゃ打ち込みだから、つうかあんま打ち込み経験はないんじゃない。あ、やったことないっすね、打ち込み。そのレベル、ルアーで釣るはずよ、つうか。リバー GT やったりして。あ、リバー GT とは川で釣る。そうですね、GT のこと。 GT が川に入ってくるんで、確かに誰もやってないそれ。リバー GT はいないね。でも打ち込みとかやったことないやつにももちろん挑戦したいので、打ち込み自分で投げてピトンにかけるっていうことがやったことないです。どうしようか。じゃあハリさん打ち込みめっちゃやってるよね。やってるっすね。基本夜はもう打ち込みみたいな。タマンセンサーの付け方教えようね。じゃあ作り方を教えましょう。多分全体的にレベルがあると思う。ツーバーに教えてもらうことが多いからね。ヨッタケも上手くなってるからね。ヨッタケさんめっちゃ上手いっすね。ヨッタケさんが成長早いわけよ、ほんとに。いや、みんな教えるの上手だから、この謙虚の姿勢で、視聴者の株も上げようとしてる。速攻遠征ハテルマとか言ってからね。うん、めっちゃ魚がいるんですよ。ハテルマ、いや、イリオモテみたいな。イリオモテが最初、イリオモテ最初に行って一番最初に釣った魚がタマ、でかいタマ。まあ、タマだ。最初すごいっすね。場所が地球じゃないかとか。人生初体験だったから、あんなに引くと思わかったな。確かに。でも最近スルルとフカセは持ってる。スルル、すごいっすよね。スルルでまたでっかいの釣ったことないからって言ったよ。フカセではあるからね、結構いいサイズ。スルルでカツオ釣れた時はびっくりしたな。あんなに細いそうで釣ったらね、めっちゃ引くから面白いんだよね。あれでこんなちっちゃいカツオって思わなかった。でかいでかいって言ってたわけよ。このぐらいって分かるぐらい。あたりくんだと思う。あと引くからね。引く引く。アベシャは昔ボラでからなんか引きずり込まれそうな。噂がありますからね。そうだ、それはそうだ。噂だろ、絶対。一応、こんぐらいのトカジャにも乗されてたからね。一応、なんか船釣り行った時も海の恐怖を感じたって言ってたな。落ちそうになってから。サメだった。サメだよ。かな。ああ。恐怖感じた。引きずり込まれそう。引きずり込まれそう。それボラじゃないよ。それでボラだったらやばいだろ。サメからしたら餌に釣られてるわけだ。あと解説、まあ説明。上手。確かに。説明一番うまい、釣り系で。一番うまいよ。俺も聞いてて、あ、こんなことやってたんだって。父ちゃん、いるってなるから。いやいやいや、タメ口だしな。タメ口だし、いるって。まだプレッシャーかかる。じゃあ、バンバン、こうちゃん、ツバ対決いくかじゃん、もう。あ、でもね、なんか一番言われるのが、対決してるよ。なんか、ちっちゃい子とかに一番言われるのが、ツーバーさんと釣り対決してほしいですみたいな。いや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 。過去にやってるよね。一回、うん。こうちゃんが勝ってるんですね。え、でもあれはもう、運ゲーだ。ちなみに一回ツーバーで俺も勝ってるからね。あ、そうそう、もう俺さんにも負けてますね。一回だけ。トータルしたらいろいろ負けてるから。いやいやいや。でも俺たちと行く回数全然ツーバーの多いんじゃない。まあそうですね。やっぱそんだけ釣りに対する気持ちが強いっていうのがツーバーの。しかもほぼ県内でしょ。しかも魚食べないんだよ。それで。リリースしてる。リリースしてる。すごいよね。魚めっちゃ好きっていう人だったら。
釣りめっちゃ好きなの。多いよ。魚とか。俺の兄貴も魚。そうなんだ。エギングのすごい人でも、イカはちょっと食べれないって人もいた。あ、そうなんだ。へぇ。逆にそういう人の方が、釣りにどっぷりハマるのかな。もうスポーツ感覚で自分で。で周り喜ぶんじゃない？やっぱりこう提供する。ああ確かに。魚好きな人からしたら。ツーバーイーツって言ってた。ああそうそう。高橋さんとかね。飲食屋に行ってる。よく見る。ツーバーイーツが流行る前からやってますから。なるほどですね。で一応まあバンバンいないのは一応ドンキ行ってます。別になんかね抜けたわ。中が悪いわけじゃない。バンバンはちょっと買い出し行ってもらってます。ドンキじゃない。ドンキリアルだ。そういえばいないなと思って。ちなみにね、ツーバーと、まあ、知り合ったきっかけというか、きっかけは、まあ、ハイサイで、うん、ハイサイメンバー募集しますっていう面接動画を撮ったんですよ。やったね。そしたら、ツーバーが応募してきて。あれ、5年前ですね。5年前。あの時に選ばれたのがツーバーだったんだよね。そうだね、ツーバーが選ばれた感じ、うん、で、その面接動画が、こちら。いいよ、もう。はい、ツーバーさん。はい、キーズ。で、自己 PR 釣りキャスティングお願いします。左巻きなんですけど。はい、よっしゃ、来た。交換はあると思うんだったから戻ってましたね。って言い方良かったっすよね。実写版からあるんだけど空気抵抗感じもしない。ハイサイに説教お願いします。お願いします。アドバイスですね。またはもっと大きい魚を釣ってるところみたいですね。ああ、なるほど。はい、本当のやつね、そっか。釣れないんだな、みたいな。はいはいはい、そうです。やりたいですね。なるほどね。なんか、耳、耳。大丈夫です。スーパーさんでしたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、こうなってなんかエア釣りのやつ。恥ずかしいやつ。一回も見てないからね。誰か舐めなかったっけ。俺が耳かんだ。誰の。一人一人なんかやってましたね。一人ずつ耳かんだ。いや、懐かしいね。あの時の動画が336さんとひっちゃんさんとギョッキさんと一緒にして3人でやってる動画見てるやつ。一番最初に見た動画。あ、そうです。ああ、この募集の面接募集の動画で出てギョッキ。ああ、知ってもっと釣りできるけどなと思って。うん、確かに確かに。それはそうだったね。あの時何もわからなかったもん。うん、まあそれが良さでもあったんですけど、もっとこう、釣らしきれるけどなっていうのがあってね。うん、それはずっと言ってたね。そう、もっと釣らせたいって。こんなんじゃダメだって。言ってない、言ってない、言ってない。見ててイライラする。だんだん怒りもらえて見上げてきて。いいポイントなのに。5年前か。いまだにツイッターの DM 遡ったら、ひっちゃんさんに初めて DM したやつとか残ってますよ。やば。それ読んでみたら。あ、確かに。へへへ、確かに。なんて思うの。なんて言われてるんだ。懇願したのか。食ってないけど大丈夫か。その返信で、あの、だから何言うわ、今。はいって。あの、ツーバーが長文なのに、ひっちゃん、はい。無理しようだよ。うん。これ初めてひっちゃんさんに送ったやつ。読んでも大丈夫だよ。読むっすか。読んで読んで。声踏み？俺が読む。あ、違う違う、俺が読む。違う違う、ツーバーが読んで。俺が読むっすか。ツーバーの声ではっきり言った方がいいっすよ。返事のところヒッチャーさんが読めば。あ、そうだ。じゃあ読みますね。はい。こんばんは、野暮遅くにすいません。いつも動画を拝見させていただいていて、今回メンバーを募集ということでメッセージを送らさせていただきました。趣味で釣りなどもしていてご一緒できたらいいなと思っています。他にも球技のスポーツが大好きです。面白いこと言うのはあんまり得意ではないですが、よろしくお願いします。近況だね。で、俺が、だから何って聞きます。ありがとうございます。都合のいい日を教えてくださいって言って。あ、やっぱたくさん来てたから。俺も長文で本当は返したかったよ。ツーバーで負けないように。まあまあまあ、そんな感じ。気持ち悪い。いよいよ今とか。5年前に送りました。おー、初々しいね。昔のようで最近のようとか。うん、そうだね。ということで、新しくツーバーが入りました。でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。